はい、ご質問あればどうぞ。はい、いいですよ、どうぞ。羽田行きます。報道局の羽田行きますです。私の YouTube の方にコメントがあった質問を代理でいただきます。投手が今年6月19日にツイートされた NHK が N 党に請求している1100万円の裁判は大橋氏のせいだから迷惑料請求する、大橋氏のやばい話を暴露すると予告した件はどうなったのかという。ああ、ありましたね、はい。まだね、これに関しては判決が出てないので、いわゆる求償権っていうやつですね。で、ちょっと請求はしようとは思ってます。はい、まだ今2審中なんですよ。要は、NHK との裁判がまだ確定してないので、終わった時に今度はそのいわゆる原告っていうのは、今実際被告4人いるんですよね。党と立花個人と大橋君ともう一人視聴者の方 でこの4人っていうのは、まあ、民法の709とか710条っていうのは原告を守る感覚なんですよ。つまり被害を受けた人が、まあ、分からず別の例を取ると、野球をしてました。でボールがグラウンドの外にファールボールが飛んでいって、子供に当たって怪我して慰謝料100万円ですと。そしたらその子供の親は誰に請求できるかっていうと、誰に請求できるかしたら打った人であろうが、ピッチャーであろうが、監督であろうが、その公園を管理している大阪、例えば大阪市とかね、どこに対しても請求できるんですよ。それはその被害を受けてることは間違いないので、じゃあ誰が原因作ったかって、原因作った可能性のある人に全員を被告にして訴えることができる。でその原告の人は誰からでも好きな人が取れるんですよ、もっと言うとね。でじゃあ取られた側の例えば4人の中でね、じゃあ誰がこれいくら払うんだっていうことについて、求償権って言って、とりあえずじゃあ NHK 党が一旦 NHK に払うから、その中で、いくらかを大橋君に払えっていうことが求償権っていうもので、まあ、それが確定したら請求しようと思ってます。まあ、その迷惑費用はよく分かりましたけど、大橋氏のやばい話を暴露するという告した件はどうなったのかという。大橋君のですか。ああ、大橋君のやばい話っていっぱいあるから、どんなことかなって感じですけど、まあまあね、やばい話っていうと別に不倫とかお金っていうのはないですね。そういうのではないですけど、まあさすがにちょっと今精査もせずに適当なこと言うのもあれだし、まあ彼自身が今どうなんですか、発信止めてるんじゃないですかね。ちょっと僕も全然追っかけてないんですけど、はい、動画出してます。あ、動画出してますか。まあぶっちゃけそこに関しては今大橋君に対して正直無関心なんですよね。で今ここで、まあちょっと影響力が違いすぎるじゃないですか、僕と大橋君ではね。さすがにちょっとそこまで言う必要性はないのかなって、今はその6月のツイートに関してはちょっとごめんなさいと、何かあれば言いますけど、って感じですかね。